「本気で信じてる方,方ですか?」ってうん。訴えると言ったら脅迫になるとか本気で信じ信じる方ですかってうん。え <laughs> 黒猫ちゃんが2,000円高かった5円信号だって。<laughs> タコちゃんよしえさん頑張ってはい頑張りますねありがとねうんもったくれたってうんこまんさん一発あのかましてやるかね音が出るから一発ほう出ましたよ大砲が大砲がうん配信はエンタメントですよ えそんなに真剣になるなよ」って言ってる「うん、やっちゃえやっちゃえ」って「やっちゃえやっちゃえ」こ脅迫とかそういうことを言わないと脅迫にはならないそうですだってしょうちゃんが「うん、そうそうエンタエンタメだよ」って「そう。 うん、私にはちょっと難しくて分かんねえなね一発やりましたよ黒猫ちゃん聞こえたかなちっちゃかったな音が大砲の音がちょっとねうん警察で聞いたことありますって「脅迫は」とかそういうことを言わないと脅迫にはならないそうですってそうなの私は分かんないそういうのねうん。 あパー君「ありがとうございますプチおみくじありがとうございますありがとうありがとうえっ、ー、と明日ゴごみ出しの日だよ」ってうーんだから何ですか全く別枠別の件ですけどね論点ずらさずに「どこが脅迫になりますか」って言ってますよ慎吾が。うん ん、ね、だか分かんないけどうん。爆弾行きましょうって <laughs>。今出たんだけどねいかちゃん音聞こえなかったでしょ。ちょっと小さすぎちゃったね爆弾ね、うん。バーンってね、うん、そうだね、うん <laughs> うん。私がせめて弁護士だったらな。 「解決してあげたいとこですけど」ってうんこマンさんが「ねうんそうだよねうん大変だよねいろいろね、うん、大変ねうん爆弾いきましょう」って次からお尻に専用のマイクを「あそうねつけとけばいいね押せば音がねういいよねうん。 あっあ三沢明美さんあららららあら,あらすいません明美さんあららら,ら,あ,らありがとうございましたってあらありがとう三沢さん爆弾ありがとう爆弾ありがとうございましたって。 三沢明美さんありがとうございます。お前がお前がお前がアラブの石油王、ウィンドゥズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、ソン・マサヨシ、ありがとうございます。ありがとうございます。三沢明美さん、ありがとう。聞こえました聞こえました私の爆弾。ちょっと、ちょっとね、あれだったんですけどね、すいません。ありがとうございます。三沢さん、ありがとうございます。ありがとう。えー、ほった。あ、そうだね。うん 「しっかり聞こえました」って女の音が「ありがとうございますねありがとうございますありがとうございます」「T さん今テレビで長鳥映ってるよあそうなのうん」あ「明らかな被害者なら脅迫になるわけないと思いますが」って言ってるうん。 何かねなんかいい本当に、うん「世界を救いたいなら明らかに被害者なら脅迫にならないと思います」ってあるよこれは本物の慎吾だよ「あそうなんていいさん私分かんない、うん、じゃあ自分の部屋でやってんだ」うん。 ネットのことはそんなに熱くな,ならなくてもそう部屋が部屋から見てコメントしてるってあ,ああそうああフォローが多いから本物ですよってそうなの本当マリンさんこんばんはこんばんはあ赤沙汰なさんナイスありがとうございますねありがとうございますありがとう。 マナリンちゃんこんばんはこんばんはつぐみさんこんばんはこんばんはあよろしかったらナイスナイスよろしくお願いいたしますねねおしてない方よろしくさくらさんフォローが多いから本物ですよそうなんですか レッドサウンズさんこんばんは初コメの方ありがとうございますねレッドサウンズさんありがとう。訴えるって言われた側が脅迫になるなんて何振り何みたいなケースぐらいしかならないと思,思われますが。 私には分かんねえわ、うん、<laughs> おて本さんが「まマま」って言ってるよ「まマまマ」って「にゃんこちゃんぽー」って、うん、おて本さんが「まマま」ってね <laughs> 黒猫ちゃんが「どうなってるんだい今日は」なんか信号が言ってんだよな世界を救いたい人に、うん、何言ってんだか分かんねえよ。は何 感情論は関係ないと言いましたけどまずそこから理解できます、うん。明らかな被害者が訴えるって言って訴えなくても脅迫になるなんてまあないと思いますよってそうなの私はなんだか意味が分かんねえな難しくて75など分かんねえよなもう分かんないわ。 ね、75じゃ分かんないわね本当難しくてね、うん、頭悪いから私は話についていけませんって私もそう、うん、何の話だか分かんないよ難しくて、うん、明らかな被害者が訴えると言って 訴えなくても脅迫になるなんてまあないと思いますってうーんあ,あそうなんだうーん私はわかんねえ訴えられたことないからわかんねえよ私はそういうことはあんまりあれだからないかんね私もうん続きはついたの D.M. でお願いします <laughs> <笑> C.M. <笑> この猫ちゃんが何続きはツイッターの DM でお願いしますって。うん。しん元気って。あの初コメの方、24平さん。はい、元気今、なんかで出てますよ。じゃあ本題に戻りますが、僕が脅迫をしたのですよ。ねって。 じゃあ本題に戻ります。僕が脅迫をしたのですよねって。シンゴが誰を誰を脅迫したの？なんだか意味が分かんないよ。私頭がこんがらがっちゃうわよ。大手もさんね。シンゴを救い救いたいって大手もさんが大手もさんがママーって可愛いんだよね。うん。 「世界を救いたい」「あなたが言いましたよね」って「うん世界をね救いたい」って「あなた言いましたよね」って信号言ってるのじゃあ本題に戻りますって「ま、うんま!」ってかわいいよねお手ぼさんね、うん「お母さんの前で恥をかいても大丈夫脅迫になる」 可能性あると言ったんだけどって。うん、なぜ可能性があるんですかって世界を使いたい人。なんだか難しいね。なんだ可能性。何の可能性なのかんねえわかんねえこんな難しいことは枠を荒らす閲覧増えるコメントも増えるアンチも アンチは枠を盛り上げてるようなもんああそういうことははははははああそういうことねきつな818さんそうなのああカステラちゃんよせいさんこんばんは今日も元気ですねってありがとうございますねいつもありがとううんこまんさんがこれは どちらが勝利を勝ち取れるんでしょうかって私も分かんないね。可能性がある,あるとのことですがじゃあ僕が,てて、うん、僕が脅迫した被害者を教えてってうん僕が脅迫した被害者を教えてってうん。えー 正さんこうよしえさんこんばんはっていいねありがとうございますね正ささんいつもありがとうございますありがとうございますこれはどっちが勝利を取るんでしょうか刑事告訴するなら何わかんねえなこれはにゃこちゃんあっにゃこちゃん おめでとうあけましておめでとうございますおめでとうございますにゃんこちゃんいつもありがとうねありがとうね本当ありがとうネイビーブルーさんの時にしたと言ったよねってなんか、ね、今日言い合ってんのよあ,あ、にゃんこちゃんありがとうナイスポッチありがとうございますねにゃんこちゃんありがとう嬉しい にゃんこちゃんありがとうナイスありがとうねありがとうにゃんこちゃんありがとう本当あありがとう三沢さんセンナイス応援しますってありがとうございますねありがとうございます本当ありがとうございますねさくらさんがシンゴ動画に出てこいよって出てこれないんだよねあの子まだね止められちゃってんのよ ふわっちで、うん、また楽しんごさん来ないかなってお手坊さんが, <laughs> <laughs> が「論点ずらすな」って信五が論点ずらすなってなんだかわかんないね新年早々なんだいこりゃ信五 信号何あみ見えねえな字がね「ドドドスコ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 ラブ注入 <laughs> たったなに今俺に脅迫された被害者を家だって信号がたった今俺にあの 脅迫された被害者を言えってうんだから刑事告訴をしたあんんにゃこちゃんがたまげてる「慎吾生悪のガチ無職」を「あけましておめでとう」って言ってる、うん、にゃこちゃんが「はい話にならんから」 バイバイだって話にならないからバイバイだってよ、うん、一発かますかいこの辺でバイバイじゃあれ身が出そうだった様子でしょうちゃんちょっと待ってしんごさんあけおめありがとうまともに話せないやつとはな話さないで 時間の無駄と面倒面倒い,いだけなんでねって言ってるああそうか時間の無駄ちゅうことねうんそうかそうかあネオちゃんありがとうネオちゃんナイスありがとういつもありがとうねネオですって書いてくれんだもんねありがとうありがとうねナイスありがとうネオちゃんありがとうネオちゃんありがとうありがとう本当ありがとねうん じ「じじじこんさんあけましておめでとうございます」って、うん、あしんごさんあ明けおめって書いてあるしんごが「うん、黒何、うん、黒,猫黒猫ちゃん明けおめ」って書いてあるよ「黒猫ちゃん明けおめ」ってうん。 良い一年にしてよよしえさん。ね。ね。困ってね。あら、黒猫ちゃんが慎吾に言ってくれてんだよ。うん。明けほめって。うん。うん。明けほめって。うん。ああ、うんこまんさんが、ああ、慎吾さんって言ってる。うん。はいはい。 はーいって「うんごさん明けおめ、うんガチ」「んちゃん明けおめって弓太も言ってくれてるよ慎吾弓太も「しょうん、ちゃん何がとは」って、うん、なんだろうねうんこまんじゃねえけど私うんこは出たくなってきちゃちょっと行ってきていい慎ちゃんと話しててねうんこまんうんここ、うんうん、こんだな おちっこじゃね、おならが出ちゃう。ちょっと行ってくるからね、ちょっと待っててね。しんごさん、話しててよ。おせちょっとうんちが出たくなっちゃったなんか、ガチで。ガチでご飯さんと同じになっちゃった。うんちが出たくなっちゃった。うんち、うんち、うんち。あんちもうんちも同じだな。 よく言うんちとアンチだよどうしようもないうんちとアンチアンチとうんちうんちアンチうんちアンチうんちアンチアンチうんちうんち